皆さんこんにちは。静岡大学の大野明ヤンハインです。皆さんにサインをお願いしております。今年の秋から中国政府は内モンゴル自治区においてモンゴル語を禁止して、代わりに全てを中国語で進めるという教育政策を行おうとしています。これは実質上は文化的なジェノサイドです。日本人の皆様、全世界の皆様、私たちのこの署名運動に加わっていただきますようにお願いいたします。ありがとうございます。